サッカーを今日も楽しくもっと見るために、井上マーでございます。ノーミルク砂糖です。サッカーアカデミー今日もよろしくお願いします。お願いします。教えてください。今日はこちらですねと。もう一回まとめとこうぜってことで、遺跡編シャープワン。わあ。はい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 。えー、京都三河に大量の報道が出ておりますね。確かにそうなんですよ。話題ですよね。そうなんですよ。動き出したぞと。そうなんですよ。はい。 ことでだから来期はちょっとどんなメンバーになるのかってことを考察していきたいのが1点とまあさ皆さん私今回のメンバーよく見てみたらなんですけどあなるほどねここに共通点があるねってことを見つけちゃいました話題の狙ってる人のリストはねこの間見せてもらいましたけど共通点があるからはいなのでちょっとそれも踏まえてやっていこうと思いますよろしくお願いします ということで、じゃあ、まずはこちらをご覧ください。はい、今日これからシートは3枚出てきます。はい、こちらでございます。ます左側が、え年のメンバーになっておりますが、右側にあるのが、これ、ちょっと、マンデーライブとかでもお話しした、こちらですね。うん、すねえー、10名ほど現在、なんかいろんな新聞市場でね、ちょっと賑わせてるってところがあって、はい、はいはいはい。まあ名前ちょっと、言葉ばでこう出していくと、うん、えーまあセレッソ大阪の方は,だとは、豊川祐太さん。 ファジアの岡山のえ、こちらもフォワード、まあ、ミッドフィールダーもできますが、上条佐藤さん。はいはい。そしてえ、モンテリオ山形のマルティノスさん。そうなんです。うん。うん、そして、鹿島アントラスの長木亮太選手。はいあとは、今ね、ロシアのルビンカ山に行ってる斎藤光さん。うんうん、あと、韓国人なんですが、え元実は湘南のえハン・グキョンさん。えええ、あと、現ブラブリッツ秋田の稲葉さんに、え鹿島湘南の杉岡さん、ん浦和の牧野さん、東京の林さんとなっております。わあ、わあ、わあ。 はい。すごいメンバーですよね。この噂が今ね。うん、実際にも声かかってたりするんでしょうかね。どうなんでしょうかね。どうやらそうみたいなんですけど、ーはい、あのね、まあさ、皆さん、はい、声かかってるっていう方が、やっぱね、はい、自然だなって思うんですよね。というのは彼らには、京都の内部の方から直接お声がけがいった可能性がやっぱ超高いというか、うん、それぞれ、 監督、コーチから、ねえねえってこう、LINE とかでもしたんじゃないっていう可能性すらあるんじゃないかなとあ。そういうちょっとウェットな関係も、ね。そうなんです。ということで、こちら見ていただきたい。いきます。3、2>, はい、2、1、ドン。はい、さっきのように何かしらカラーリングがされました。はい。これ何かというと、一番右上見てください。ちょっと変わりましたね。うん、なるほど。超記事さんは元湘南です。 そして、長沢ヘッドコーチは、元岡山と元東京。<laughs> 名山<偵>さんは、元新潟シンガポールと、アルベス新潟シンガポールと、ブラブリッツ秋田。<ー>で、あとは、今、評価部長やってる山地さんってのは、浦和。はい、それぞれカラーリング対応させると、なんと全色埋まりました。見事。名探偵。見ていくと、長沢さんは元岡山なので、ある意味では岡山とつながりがある。当時いた豊川さんとか、現ね、いらっしゃる上条さん。 はい、あとは、えー、山形にいるマル,マルティノさんはもともと裏は在籍している方なので、これは山地さんが直接行ける。牧野さんもそうですね。で、あとこの緑の方々はそれぞれね、蝶さんがもう、湘南で見てた選手で、ね、たちですから。 で、<ー>あと、林さんも長澤さんがね、一昨年去年かなまでやってたから行けるっていうのもありますし、唯一、稲葉さんだけは、あの、杉山コーチがもともと新潟、シンガポールと秋田にいたんですが、実は稲葉さんもそうだっていうのがあって、直接お互い指導された、されてないっていうかい関係はそこはないんですけど。でも同じとこ踏んでるってことはね、知り合いが繋がっていますもんね。 そうなんですよ。だから同じくね、刈り取り屋さんってとこもあるので合ってんじゃないっていう。はあ、これはすごいデータですよ。でしょ完全ね、それぞれこんだけ完璧にカラーリング揃うってすごくないですかエビデンスは揃いましたね、これね。例えば、そうなんですこれは10人今のとこ声かけてるけど、例えば、長き、三月、半、稲葉、ここら辺とかはちょっとプレイスに似てる 部分とかもゼロじゃないので、えー、いわゆるこの10人の中から、そうそう、だから7、8人取れればいいなとか、そういう感じなんじゃないかなと思いますけど、えー、はいはい、グッドリアリティ増しましたね。そうなんですよね。うん、あと、すごいちなみなこと言っちゃえば、はい、あの例えば斎藤光樹さんを取るっていうふうになったら、うん、結局湘南からのレンタルとかになるんじゃないかなっていうのもあったりして、案外このメンバー、うん、お金かからないと思います。 レンルでね、しかも J1 で視聴機械詰めるとなったら、そう、しかも例えば、牧野さんとかは、もう裏は満了が発表されてますので、移籍、はい、金は0円確定です。ああそ,うかそういうのを考えていくと、今いる、例えば選手、例えば高額で売却が可能な人1人売却すれば、うん、これ全員取れるとかっていうのもありえるかもしれません、えー、ない、うん、ああ。 だから、うた、ん、かさんの挙修がまだはっきりしてないのかななーんてのもあるのかななるほどないわかりませんけど、ね。中し選からね、自、うん、皆さんもちろんファンの皆さんもそうだけど。そうなんですよ。まあ、そうか。はい。そういうマネジメントもってことやね。そうなんです。年齢もあるし。はい。はい ってことで、ただ、この10人やってくるのと、あと、来季新卒でやってくる田中くんとか、まあ、その次ですけど、木村くんとか、あと、レンタル組の八田くんとか、あとは、中川笠木さんだとかが、帰ってくるで考えると、なんと合計、このチーム、47人になっちゃうんです。ああ、それはちょっと多すぎないってことで、47人になっちゃったよっていう表と、プラスアルファのところをちょっと最後にご覧いただきましょう。はいはい。こちらでございます。と 左側が圧倒的に増えましたね。ああ、わー、左側すごい。あり得るわけがない。そうですね。そんなことはあり得ないですけど。そう。で、何があり得ないのかというと、実はあの、J リーグチームってのは A 契約というね、その契約形態の上限は25人となっています。あ、そうなのね。はい。で、ただ、その中で、ホームグローンという形の選手を、4人、来シーズンから3、今シーズンは3人だったんですが来シーズンから4人、保有しなきゃいけない。地元で育ったってことよね。 とというこですねそういう選手を4人プラスアルファも、プラスアルファというか、保有しなきゃいけないというルールもあったりするよしなきゃいけない。そうなんです。あの、絶対やんなきゃいけないというところがあるので、ある意味では、ホームグローンの選手っていうのは、ちょっとここにね、書いてきましたけど、大月、鉄平、新平、啓太、タ太、みたいな、ちょっと名前で書きましたけど、大体。はい。息たちみたいな。まあね。で、そうなんです。で、ここの若手の方々っていうのは、みんないるだろうし、 あと、そもそもね、遺跡でこの彼らが来るってなったら、それはすぐ抜けるわけはないんだから。そうですねで。考えると、今期いわゆる白の状態の27人が、残りのある意味15枠を、うん、ある意味では巡る争いみたいな感じになってくるのかなと思うん。なるほど。うん。まあね、その遺跡がうまくいく行かないはあるだろうし。そうなんですよね。ねだから、12人。 出ちゃうかの、まあもちろんレンタルとかもいろいろあるの分かんないけど、来季だからこのチーム開幕地点にいない選手はか1 2人程度いるのかなって全員やってきた場合ですけど、のがあるかもしれないよというところですと。ねはあ、まあただだからだけど、例えばですけど、杉岡選手がやってきてくれるならば、うん、その下にいる小木原選手っていうのは今年あの浦和からレンタルで来てる選手なので、はい、まあ、 レンタルバックで戻っちゃったとしても、杉岡君いれば問題ないってのはあるかもしれない。うん、なるほどね。うん。<ー>し、あと来年シーズン途中以降のことを考えると、やっぱ今年ちょっとね、ベストアンカーぐらいのレベルだった川崎颯太選手が、例えば海外に抜かれるってことがあっても、そういうこととかもいろいろ、はい、想定してるんじゃないのかなってのはありますので。そこまで見えてきますか、先生ぐらいになると。いやいや、だからもうそういうことを想定した上で、きっと彼らやってるでしょうから。 まだまだこれからも噂とか出てくる可能性もありますし、はい、最終説終わった直後ぐらいからは、うん、あの、来季は京都にとかって話とかもいろいろ出てくると思いますので。しろ楽しみですしね、最終説またね、うん、あの、初決めてるってことがこの早い動き出しにつながっているっことですよね。そうですね。<ー>京都としてはもう来季に向けて、来季の J1、12年ぶりの J1 に向けても、指導してるのは間違いないよと。楽しみです。これでもチーム作りとしては何ですか ?J1、ね、久しぶりに上がって、うん、目指すのはどこなんですか残留なのか、はたまた。 まあでも正直、まず残留でしょうね。戦いきれるリーグ戦をってことですよね。そうなんですよね。ジャを勝ち抜くというか発想とまった戦い方を変えるためのメンバーをっていう考え方、ね。そうでしょうね。でも、ただだから本気だってのはメンバー的にも間違いないでしょうから。さあ、どうなるかちょっと楽しみ、はい、したいですね。というところでございました。で,でもいいですね。いろいろ連れてきてくださるからね。そうですね。そう,うねそうですね。うん さあ、果たしてということで、来季はどうなるか一番行きたいよね、あの、新スタはね。そうですね。楽しみだね。はい、行きたいな。ということでございます。はい、ということでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。見るわ毎日やってます。いろんなテーマでやってます。チャンネル登録、そしてこの動画もええグッドボタンで応援していただければと思います。お願いします。こっちも一緒になります。ということで、ぜひまた聴いてくださいね。また明日です。またです。佐藤でした。ではまた。